皆さんこんばんは。ずっと一人でボソボソ喋り始めてもう数週間が経ちました。今回おそらくパート44になるでしょう。この動画が日の目を浴びる日は来るのか。日の目を浴びる。30歳にもなってこんな語彙力がないとは恐ろしいもんですね。多分前回白タイツが出てきてゼルダがまたさらわれてしまって過去に戻るんだけども、これで過去で魔王が復活してやばいことになってるんでしょうね。お、雑魚は俺は2回も勝ってるのにだらしねえぜ。この勇者の俺がボコボコにしてやりますわ。何？下まで行けと。なんだそのダンスは。ギラ姫ダンスが。そのいやらしい手つきをやめろ。何すんじゃ。すごい腹筋使ってそう。そんな雑魚どもで俺を止められると思うな。ゼルダ無双始まりましたよ。ゼルダ無双も前やってたんだけどなんかめんどくさかったよ。一撃ですよ。もう無視して下回り行って何すんじゃん。これ多分ボコグリーン以外も出てくる。おいやめろ。これ一回全部倒さなきゃいけないのかな。開けて。なんだお前、自爆マンだ。ボンバーマン来た。ボンバーマン。スタミナの実をうまく取れば全部回避できるのかな。ギャラリーが応援団みたいになってるぞ。俺のファンクラブか。バカ野郎。それなら応援団の皆さん、当たるか。危ね。もうバーマン来た。
やめろやめろやめろ。あ、危ねえな。応援団来た。なんだお前。逃げんのお前。弓とかで倒せよ。魔物軍団というか、本当に俺のファンクラブだ。イエイ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 。ライブ会場だぜ。やめろ。バックラン立装してくれるわ。調整しろ。おらおら。スタミナの実がない。邪魔しますよ。パスが多いって。ハートを回収しておいた方がいいな。はい、全回復。セーブポイントがあった。早すぎるんだよ小僧。その手つきをやめろ。ラカナ、俺はせっかちなんだ。どこ飛ばしとんねん。切れてる切れてる。ついに真の力を解放したか。黒タイツになった。ホテイのマークみたいになってる。剣ができてねえんだよ。剣だったのか。なんだ無限奈落って。ダ
ダッサ。よいしょ。いいよ、ツン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 。なんだこのカウンター。ツンツンツン。なんだこいつ。ほい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 。ツン。お前まさかそれが本気なのか。1回目と2回目の方が全然強かったぞ。3回だからこれで終わりだろう。お前にはがっかりだよ。やばい、とろみができた。第二形態かな。早く真の力を出せよ。効かないね。開いた。なるほど。やるやつだと思ってたのに。痛い。ごめんなさい。次はなんだ。二刀流か。受け体験だった。痛い。長いな。これも弾きたいけど。え？いた。一応ファイちゃん切っとくか。新たな武器の使用を確認。以上ですか。ありがとうございます。おいたい。あ、はいはいはい。クラクン。え。キューピーちゃんみたいな頭しやがってよ。勇者です。マルチタスクマンだった。何吸収してんだお前。
俺のゼルダの魂が。あ、4回目か。やめろバカ、何してくれてんだお前。魂の量やばいな。吐き出せ吐き出せ。魔族の我がマスターのものだ。やっぱりファイちゃんの対になるようなあれだったんだろうな。ようやく人の姿に戻れたようだ。これでとろみを刺してやるよ。強っマイマスター。体格がごつすぎるもんな。すげえ嬉しそう。闇のマスターソウルみたいのが出てきた。お、逆トライフォースみたいな。そんなパチモン使って俺とやり合えると思うな。そしてキラかく凛々しかった女神ハイリアがな。やめろ。絶対に落とすね。やるじゃねえか。弱き存在だったが、そう、俺は強き存在だよ。お前を八つ裂きにするものだよ。時間がかかるってな。当たり見えよ。待ってな。
ベジータみたいになってるぞお前。人間らしく泣き暮らすがいい。これラストバトルなのかな、それともいきなり対面始まるのか。あんだけなんだろう、邪魔が入らないところで戦おうみたいに言っていてダンジョンを用意しておくのはダサすぎるもんな。許されない行為ですよ、それは。あれ？っていうか、なんでバルいる？過去じゃないの？追いかけてきたのか？バルは？おい、バルどこ行った？いねえじゃねえか、いた。おお、へえ、顔を見せてよ。見直したぜ。しょうがない、この椅子に座ってから八つ咲きにしてやる。あいつは行くぞ。え、マジでラストバトルですか。まあ行くけど。マスター、ゴブーンを負けるわけないだろう俺が。我勇者ぞ。元気だな。力を解放する喜び。ちょっと逆だよ。お前が俺の前にどれだけ立っていられるのか。
ライフォースを我が手に収め。そんな世の中は2位。ファイちゃん、時を超え絶対的な存在としてあり続けている魔の根源です。スカイウォールが届かないことが判明。スカイウォールによる攻撃あんまりしたことなかったんだけど、いや、だお、でも一発入ったな。ん、どういうことなの。痛い、すいません。じゃダメだ、痛いすいませんでした。痛い、欲張っちゃダメだな。妖精が3体いるんだぞ。いいてー、そのスカイウォールみたいなやつやめろ。おう、痛い、バカ前、俺には妖精がいるよ。しちゃダメなんだやっぱり。バカめ、俺には妖精がいるんだ。妖精が、もうやめてくれ。痛い、おら、取れんじゃ、おら、なに、俺が先に取るし、だからだ。見て、まだだ。おら、かわすな。痛い。まだ俺には妖精がいる。まだワンチャンあるぞ。
とどめだ。うれ、余裕でしたね。結局お前の敗因は妖精を持っていないことだった。愚かな。空き瓶と妖精があれば勝てるんだよ。認められたわ。魔族の呪いは迷惑すぎますよ。とはにこの呪縛から逃れられぬ。これで三すくみになるんだな。リンクとゼルラとガノン。何笑っとんねん。バイバイ。うわ、闇が吸収されていく。ダイソンみたい。封印完了しました。いや、余裕でしたよ、余裕。なんかすんなり生き返ってる。泣くな。俺の胸で泣け。素直になったじゃねえか、バードもよ。おい、なになになに。ファイちゃんとゼルダは会うの初めてなのかな。使命はこれで終わりました。なんでだよ。永遠の眠りにつきます。なんでそんなこと言うんだ。一緒にいようよ。どうせあいつ出てきても妖精持った俺にボコられて終わりですよ。俺の相棒が。
ありがとう、ありがとう、ファイちゃん。マスター、今マスター呼びじゃなくなってる。そんな。出てきた。喜び？いや、恋だね。あなたに告げたこの言葉。やめろ。そしてインパン。それはそうだけども。お前ごときには壊せんよ。女神の命令だぞ。おい、やっぱりシー家族なんだね。そう、ドラゴンボールも頼りすぎてはいけないんだ。あれ、もう戻ってきたの？これ。消えた。帰ってきたぞ、インパン。
だけ長生きなんだよ。こっそりトライフォースの力もらってるだろう、それ。ホラー展開になってきたぞ。気合のみでこのように具現化していたのか。終わったー。短かったような長かったような。これいくつだ、パート44だからな。でも一人でボソボソ喋ってよくやったわ、本当に。これはなんだ、ゼルダが何やってたかっていう。武器なしで一人でここまで来れるゼルダが一番強いんじゃないか、やはり。じゃあ懐いてる。インパ、俺にはあんなにスパルタだったのに。
ガミキューブの回収と、あとなんだろう、感謝の気持ちみたいなやつを取り切ってないから、できたらそれもやりたいけどな。あとなんかあるのかな、やり込み要素。ハートのかけらと、あと武器強化か、全部できてなかったな。武器強化っていうかアイテム強化だけど、アイテム強化なんてほとんどやらなかったじゃん。あと一個気になってるのが、なんかベラボーに強い盾がもらえるとか、そんな話があった気がするんだけれども、あれは何だったんだろう。隠しダンジョンとかないのかな。そうだよ、竹切り島もまだやってないし、なんなら。スカイウォールソードはボリューム的にはどうなんだろうな。ちょうどいいぐらいなのかな。まだいつ発売とかも発表ないけど、ブレスオブザワイルド続編も早く出てほしいな。オープンワールドとかよりも、個人的にこういう、なんだろう、ルートが決まったゼルダみたいな方も好きだからな。砂漠だけは本当にめんどくさかったけど、流砂漠。あれ、こんなところにトライフォースが。いいんすか。じゃーん。またスカイロフトで暮らすのかな、このあと3人は。あ、義理のお父さん、私が助けたんですよ。ラス生きてたのか。お前、脳が破壊された。ラス。もう一人の顔色悪いやつは、ほとんど絡まなかったな。どこにいるのかも、全然わかんなかったな。なんだ。
大地をこの目で見てみたかった。この風を肌で感じてみたかった。俺と生きていこうぜ。はっきり言えよ、一緒にいてほしいってな。これでゼルダの伝説の物語の始まりが終わりとな。終わりとな。辛口モロだと。どっちを選ぶべきなんだこれは。とりあえず遊ぶにしとくか。おうよ。じゃあこれで切ります。ありがとうございました。